ルカチャンネルの翔です。今回の動画なんですけど、皆さんお家でインターネット何を使われていますか？俺はですね、ソフトバンク光を使ってるんですけど、最近スマホを Y モバイルから UQ モバイルへ MNP したんですけど、ソフトバンク光とY モバイルでセットになってたんですね。若干安くなってたんですけど、 MNP した後からですね、割引分が消えたので金額が5,600円だったんですけど、それが6,800円ぐらいまでなりまして、でそれと、なんだろう、ネットの速度が以前より悪くなったような気もしてるんですね。読み込みが増えましたね。その極端に今までがパッパッっていう画面が開いたりとかっていうわけではなかったんですけど、パソコンにしてもスマホにしても YouTube とかを見てて止まったことって今までなかったんですよ。最近ちょっとですね、読み込みがかかるようになったりとかし始めまして、で今回なんですけど、家のネット回線を変えようかと思いまして、こんなものがお家に届きました。こちらです。 UQYMAX スピード Wi-Fi ホームが今回届きました。でもよく見てください。ここトライ YMAX 15日間無料でお試しいただけますと書いてあります。そうなんです。レンタルをですねしてみました。コンセントにつないで電波を出すホームルーター、興味が前からあったので気にはしてたんですよ。ソフトバンクの方もですね、あのソフトバンクエアーとかあるじゃないですか。ただですね、ソフトバンクの方はレンタルができなくて、レンタルできるのが今見せたこれだけなんですよ。これで使い勝手がどうなのかとか、実際電波を拾うのかとかを調べてくださいと。で使って15日以内に返却をしてくださいというものです。今回は家に設定してどんな風になるか、今使っているソフトバンク光とどう違うのかですね、見ていきたいと思います。ベルカチャンネル、まずは中を見てみましょう。あー、大きさこんな感じ。結構円自体は大きく感じますね。でもそんな高さはないからそんな邪魔にならない感じですよね。そしたらこれをセットする前に今使っているのを見ましょうか。はい、今使っているソフトバンク光の機械です。この機械につながってるこのケーブルがこの NTT ドコモの機械につながっています。ただ結構これは年数が経っているので、どうなんですかね、こいつの問題っていうのもあるんですかね、わかりませんけど。でこれから電話回線につながっていると。ベルカチャンネル、それではつなげていこうと思います。今までだったら電話回線の近くじゃないと置けなかったんですけど、このホームルーターはコンセントに挿すだけで OK です。これいいですよね、手軽で。はい、電源がつきましたね。そしたらですね、このホームルーターもファーウェイ製なんですよ。で俺が使っているスマホもファーウェイ製なので、専用のアプリがありまして、こちらのアプリ、これで接続ができるみたいです。ファーウェイハイリンクっていうアプリですね。あ、つながりました。はい、今つながってます。そしたらですね、 YouTube 見てみたいと思います。
スムーズに動きますね。今 YouTube は普通に再生できたし、特に読み込みすることもなかったので、速度的なものを測らないといけないので、ちょっと測ってみたいと思います。それでは速度を測っていきたいと思います。はい、ホームルーターはこんな結果になりました。次はソフトバンク光の速度を測ってみたいと思います。スタート。はい、結果はこんな感じになりました。まあ言ってもですね、やっぱり電話回線の方から直でこう引いて電波を出しているソフトバンク光の方が強いとは思うんですけど、あとはですね、これにですね、友達のキリトが実はソフトバンクエアを持ってまして、速度を測ってもらうようにお願いしてたので、それも一緒に見てみたいと思います。はい、どうだったでしょうか。まあ、使ってるものによってはですね、全然速度が違うと思います。それであとポケット Wi-Fi とかあるじゃないですか、持ち運びのやつ。それで今何種類かあるじゃないですか、 CM してるところが。それも考えたんですけどね、この UQYMAX のホームルーター、これ非常にいいと思うんですけど、制限もやっぱりあるので、3日で10ギガ使うと次の日の夜かなに制限がかかりますよっていうのがあります。それ以外はですね、特に問題が、制限っていう制限はないみたいなんですけど、だから他の会社のそのポケット Wi-Fi とかにしても何かしらの制限はあったんですよね。2週間だけではあるんですけど、今回使ってみて、まだ先ではあるんですけど、ソフトバンク光の更新好きにこっちに切り替えようかなと思ってます。なのでまだ先の話で、今回はどんな感じかと思って送ってもらいました。まあ使っていきたいと思います。今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。